はーい、イエイエーイ、はい、以上です。あ、ちょっと待って、なんかお話があるって聞いたんですけど。お話はないです、はい、お話はないんですけど、はい、いや、お話をね、はい、していただこうかなと思ったんですけど。私、みずほにですか、はい、今日素敵ですよね。 ありがとうございます。私服着てきたら、はい、先生がこのまま撮影したらいいんじゃないのっていうことで、はい、衣装じゃなくて私服で登場です。今日はね、はい、いいして私服ですね。 ありがとうございます。ファッションレンタルです。何ですか、知ってます？ファッションレンタルって言っていいんですか。私ファッションレンタルやってて、毎月こうスタイリストさんにリクエストして私に好みのやつ送ってもらってるんです。そんなのがあるんですね。そうなんです。私何でもレンタル大好きなんですよ。買わないんです、だから洋服とか。あんまり。本当ですか。はい、そのうち彼氏もレンタル、レンタル彼氏いいですね。ダメダメダメ、大変会で。ああ、今日は、はい、大丈夫ですよ。今日はマジシャン、みんな聞きたがってた、はい、いろんな人に聞いてるんですけど、はい、マジシャンのね、はい、チップ、お金の話ですか。みんな聞きたいですか、そんなにお金の話。なんだかわかんないです。吉野さんが出てると、みぞちゃん可愛いっていうのが結構多いんですよ。 ありがとうございます。ほぼね、お世辞です。それでも嬉しいです。ところで、はい、チップって結構もらう方ですか。結構最近になってもいただくようになりました。それはなんでだと思います。それはやっぱり、それはね、それは私の、まあ、勤めてるところ、そのね、お偉いさんが言ってたのは、うん、やっぱり腕が上がったから上げたくなっちゃう、うん、で、だから新人の頃はもらえなかったんですけど、うん、最近になっていただくケースが多くなってきたので、それは多分なんか上げたくなっちゃう気持ちになっちゃ う私はくださいとは言ってないですよ、本当に。あ、割と言わないタイプですね。私は言わないです。ちゃんとお題は別でいただいてますからとかね、ちゃんと出演料として別でいただいてますから、チップはもう全然なくて大丈夫ですからって、安心してくださいっていう感じで始めました。言って始めるんですか。それは言われた時にそう言うんですか。そうです。なんかお金かかるのとか言われたら、そんなことないです、ちゃんとお代はいただいてますからって、安心してみてくださいって言います。それでもくれようとしたら、そうやって聞く人はあんまりチップ出さないです。で、何も言わずに始めて最後にもうすんなり出してくださる方は出してくださることが多いかな。それも素直にいただくんですよね。そうですね、断らないですね。逆に失礼だったりもね、はい、そう、なんか出させておいていらないですっていうのはなんかね、ちょっと失礼だから。なるほどね。いただきます、これでマジック道具買わせていただきます、ありがとうございますって、うるうるしながら言います。うるうるしながら言って。はい、そうです。で、帰り、はい、ね、ご飯買って帰るんですよ。でも本当にチップは1万円とかいただいたりすることもあるんで、ご飯じゃ済まない。2万円もらったこともありますね。あと、なんかもうすごいもらったりすることもありました。でも、まあ、アフターしたんですか。いや、そんなことないですけどね。キャバ嬢じゃないんですよね。そうですね、だからでも、なんか弾む時ってノリで、なんかその回全員がみんな出そうみたいになっちゃったりとかしたら、うん、それだけでなんか10万とかになっちゃったこともたまにあります。でも毎回じゃないですよ。まあ、そういう経験もあるっていう。あるっていうだけで、でも本当1000円からあります。へえ。はい。で、よくマジシャンの方で、まあ、ストリートとか別なんですけど、はい、お店でマジックバーとかで、はいはいはい、これすごいのできたらチップくれますかって言ったことあります？ないです、ないです。それは絶対に嫌です、私は。あ、本当ですか。それは私、それ露店でやっ、うん、見て、そういう流れになっちゃったことがあって、うん、で、チップ出しましたけれども、私は。お客さん側ね。お客さん側で、マジシャンがいて、その露店でやってる方が、そういうふうになんかもう、チップを最後くださらないと人間じゃないですよぐらいな感じの、やっぱり持っていき方で、すごく私は嫌な思いしたから、私は、もう、そんな、そういうことは言わない派で通してます。なるほどね。まあ別にいろんな人がいていいんですけど、うん。僕ね、そういう仕事もやったことあるんですよ。はい、これはお店と契約させていただいて、はい、お店にちゃんと許可をいただいて行ってるんですけど、うんうんうん、あれビアガーデンで、はい、
デパートの上のビアガーデンでお店が入ってて、はい、ギャラは出さないけれどもチップだけでやってくださいっていうのがあって、はいはいはい、それはもう最初に言うんです、言って回るんですけど、はい、マジシャンなんですけれども、はい、お店と契約させていただいて回らせていただいてるんですけれども、はいはい、万が一面白かったら、お気持ちいただけますかっていうのをやらせていただくことあります、はい、それでどうでしたか、チップはどうでしたか先生。まあ、場所が銀座だったんでね、はい、いただけますね。あ、うん、あ、そっか、私あんまりそういう経験がないんですよ。だからうちの一団の人は割とそういうの少ないので、うん、割とストリートの人とかね、うん、結構そういう感じでやってたりする人もいるので、うん、決してそれが全て悪いわけではね、そうですね、だから言い方ですよね、うんうん、言い方ね。そう、最初に先生みたいに潔く 前から告知しといてくれたらじゃあいいですってね、言うとね、最初からもうめんどくさいから来ないでって断ることもできるけど、うん、やってる途中で言われると、いや無料だから見てたのにとかいう人もいると思うし、でもそこまで言われたら出さなきゃいけなくなっちゃったなみたいな。それって世の中の仕事としてダメですよね。まあどうでしょうね、だからダメって言ったらなんかそれやってる人にも申し訳ないけど、そうなんですね、なんか私はあんまりやりたくないタイプです、それはね。なるほどね。最初に言って、うん、言ってもらってね、路上ライブやったりして最後に CD よかったら買ってくださいっていう感じはいいと思うけど、よかったらってそのいうことですよね。その投げ銭とかもお気持ちで向こうに委ねてほしい、はい、あっていうことですよね、うん、ということで吉田瑞穂さんはね、はい、よかったらチップ10万くださいってそんなわけでね、ということで今後ともよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。